との一番奥係が離れてスタートしました。さあ若干ばらつきましたが先行争いまずは周回コース2コーナーを目指していって最内から1番の茂る水亀座がまず前の位置を取りに行きます。茂る水亀座が前に2番手の位置に控える形プロークルサートルです。 うち市場審査3番シタイザンが3番手少し下がりました内から2番の名ッショボサツ外7番のレッドブロンクスとこの辺りはもう中断になります最1から4番のランクアップが徐々に位置を上げていこうというところ後方から2投目5番のシゲルカセが追走して最高峰から6番のアレグリアシティです残り1000メートルを通過いたしました向こう上面中ほど間もなく3コーナーを迎えます 先頭から最後方までは6馬身ぐらいさあ1番のシゲル水亀座が逃げております3馬身のリード残り800通過2番手の位置に上がりました3番、死体山です3番手の位置は現在4番のランクアップがいっていますそしてその後ですがシゲル火星レッドブロンクスそして後方から3投目にプロークルサートルがなっていますそして後方から2投目6番のアレグリアシー最後方に2番の名将菩ですさあ第4コーナーカーブまもなく直線構成向かいます 残り400を今、通過今度は死体山が先頭に躍り出ていきました死体山が先頭1馬身、2馬身リードを取っていきますそして2番手集団ずらっと広がっていますが再び盛り返すようにブロークルサーとル間をついた名将、菩薩そしてその後にランクアップ以下さあ前の争いですが3番、死体山が抜けている3馬身のリード2番手2番の名将菩薩先頭3番の死体山死体山先頭で五輪2着は2番の名将菩薩です 3番手ですが8番のブロークルサートルが入りましたに収まって6頭全ゲーートトの中スタししましたまたずは5番のマイヌルヘルトいいスタート先頭に立って1馬身半とリードを取ります2番手6番プリンスリターン3番手内から2番手に1番カーフライタークが並んでいきます2頭のろは2馬身半中段に4番シャーレードが控えて1馬身内から2番のテイエム山風 最後方外3番のワンスカイという体型。各場第3コーナーのカーブへと向かいます。逃げる5番のマイネル・ヘルト、リードは2番進。 2番手6番プリンスリーターンまた2馬身相手1番カーフライタークが3番手1馬身サー4番手4番シャレード800を通過 600m は36秒5で通過34コーナー中間へ後方に3番ワンスカイと内2番のテイエム山風という体系34コーナー中間600を切ってペースが上がります5番のマイネルヘルト戦闘リードは1馬身2番手6番プリンスリーターン2馬身相手3番手インコース1番のカーフライタークに外から4番のシャレード接近し 第4コーナーから直線へさあ前2頭並んできましたがここで先頭6番プリンスリターンが立った内で食い下がるマイヌルヘルト2頭の外から1番カーフライタークと大阪から4番シャレードその2頭の内からは3番ワンスカイあと 150m6 番プリンスリターン先頭間から3番ワンスカイ前に迫ってくるシャレード3番手6番のプリンスリターンプリンスリターンゴールイン11頭ゲートイン完了です スタートしましたまずは好出し9番マイネルヘルトが切っていますししかし横一線になってまずは2番ロータスランドそして3番ルガーサンと前2頭です。 後方単独3番手は7番テイ・エム山風あとは2馬進後方4番手になった9番マイネルヘルト前から5投目4番栗のアンカーマンですそして中段になりました10番ラウダシオンです前との差は7馬身ぐらいあとは2馬進後方11番エイシン単調6番グランフェスタ最内は5番ワンスカイで第3コーナーですあとは8番フルフラットが行って2馬進から3馬進遅れて最後方に1番エイリアスです 8 0 0を切って3コーナーを回ります 600m は35秒5の通過3コーナー、坂を下っていきます前は3番、ルガーさんと先頭に代わってリードは4分の3馬身です2番手に7番、テイエム山風600を切って4コーナー手前あとは2馬身後方3番手は外2番ロータスランド内は9番、マイネルヘルトです4コーナーを回ります前から5投目やや開き加減で10番ラウダシオン直線に向かいました 前は3番、ルガーさんと二バシンリード、これを追って7番、テイエム山風、あとは2番、ロータスランド、前に接近広がっています、その後方、二バシン後方に10番、ラウダシオン、前にじわりじわりと迫っていきました、200を切って2番、ロータスランド、外から10番、ラウダシオン、あっという間に捉えて先頭に変わった10番、ラウダシオンです、2番手は2番、ロータスランド、3番手は5番、ワンスカイ、先頭、10番、ラウダシオンで1着、ゴー 頑って11頭ゲートイン完了ですスタートしました11番ピエナボヘミアンまずはコーダッシュばらついたスタートになりましたまずは11番ピエナボヘミアンをめぐって中からは4番ラボエームそして3番コルテジアあとは8番マイネルクライマーですが広がった中内から3番コルテジアが前に行って周回コースの向こう上面に出ます 前は三番コルテジア、リードは四分の三馬身で先頭です。二番手、四番ラボエーム、一馬身後方、広がっていますが、八番マイネルクライマー、三番手、内は二番ロードドミニオンです。前から五頭目、五番マルカブレイブと、外は十一番ピエナボヘミアン。中段まで下げました。あとは九番ウィンマイティが行って、一馬身半後方、内に一番サンデーミラージュ。あとは二馬身差、外を回って十番ジュンジュンです。二馬身後方、ラチゾイに四。 6番のデュボンタンが行ってあとは2馬身差。やや外を回って7番、シェイクスピア最後方です向正面を通過して3コーナーを回ります外回りコースへ前は3番コルテジアリード半馬身800を切りました 1000m は61秒9の通過です並んでいく4番ラ・ボエイム2番手あとは8番マイネル・クライマー3番手34コーナー中間 4番手大外11番ピエナ・ボヘミアン手を動かして現在4番手です4コーナーに向かっていきます内は2番ロード・ドミニオンあとは5番マルカ・ブレーブ外へ上がっていきます9番ウインマイティ第4コーナーをカーブ直線に向かいました 前は並んでいますがうち3番コルテジアまた突き放して1馬身リードこれを追って4番ラ・ボエーム2番手あとは外から接近9番ウィンマイティこの3頭の競り合いか一番外へもち出して1番サンデー・ミラージュ現在3番手に上がった残り 150m 前は3番コルテジア先頭2馬身リード9番ウィンマイティに粘っていますが外から接近1番サンデー・ミラージュ3番手から2番手をかがって接戦だ先頭3番コルテジアでゴールスタートしました 少ししつきましたダッシュよく5番のビッグクイーンバイオが好スタート、高ダッシュリードを体半分から一馬身6番のオータムレットダッシュを決めて2番テレスが内から4番ラインオブダンスがかわして2番手でさらに外から8番のサンクテュエールも前へと上がっていきましたこれら先端に7番の貝せも取り付きました。そして馬進さ3番ルーチェデラビタ 中段の一角でインコース1番のオムリ・プレゼンスそして1馬身ハンん、ちょっと頭を上げながら9番のリア・アメリアおしまいから2投目ですなだめています3コーナーカーブ2馬身がいて2番の湘南ハレルヤが最後方の展開 1000m を切って3コーナー回りました先頭5番のビッグクイーンバイオリードが体半分8番のサンクテュエール2番手34コーナー中間2馬身がいてインコース4番ラインオブダンスが今3番手です 三四コーナー中間外は六番のオータムレットが並んでいっています。一馬身がいて七番の甲斐合わせ外。そのうち三番ルーチェで選びた最内から一番のオムニプレゼンス。 そして後方から2投目大外9番のリア・アメリア第4コーナーカーブ最後後方2番の湘南ハレルヤ直線に向かって一段の競馬になっています打ち出し添い5番のビッグクイーンバイオ先頭400を着て坂を上がって2馬身のリードエア離れた外8番のサンクチュエール2番手その2頭の間を狙う4番ラインオブダンス今3番手から前を追って離れた外から9番のリア・アメリアものすごい足で追い込んでくるが打ち出し添い5番のビッグクイーンバイオ先頭真ん中8番サンクチュエール外から9番リア リアメリアがまとめて差し切って合輪九番リア,アメリア解消でした手収まりましたスタートしました スタートを決めたのは内2番のマイネルグリッドですがダッシュが速い8番のビアンフェ、今日も行きました内から1番のアポロニケ押して押して迫っていって2頭がやや競りましたそれでも外、ビアンフェの方がわずかに前アポロニケは2番手に変わっています、2馬身差3番手10番グランチェイサー内2番のマイネルグリッドで3コーナー回ってあとは5番のバルナ控えて5番手の位置です内から3番のグレイトホーン外からは9番のカップッチョ その後ろ4番ののビジョンですそ後後少しし開きました後ろから2投目7番のカイトレット最後方6番セイラブ・ミー、前半634秒8先頭は8番のビアンフェです、うちに寄せてリードは4分の3馬身外に出して1番のアポロニケが2番手3番手、外に10番グランチェイサー内に2番のマイネルグリッド第4コーナーをカーブ直線コースに向かいます。ビアアンフェ先頭外からアポロニケ 内に潜り込んでマイネルグリット外からは10番のグランチェイサーやや離れた外から9番のカップッチョ間を割ってこようとする4番のタイセイビジョンです前は8番のビアンフェがリード1馬身外から追ってきて4番のタイセイビジョン間からは10番グランチェイサーですが粘る粘る8番のビアンフェに詰め寄る4番タイセイビジョン2頭が内外離れて並んだバタイが寄る外から4番タイセイビジョン前に出た2番手8番ビアンフェ3番手は5番のバルナが上がってきた先頭4番タイ,イビジョンではゴー塁2着8番ビアンフェ3着争い最後は 10番グランチェイサー詰めよって5番バルナと接戦快晴です京都競馬場ゲートイン終わってスタートしましたばらつきました、うん 真ん中7番のアイファーブルーがコースタートーダッシュを決めていますがかわして8番のフォーテこちらがわずかに出るかさらに外14番、名勝チタンそして内から5番のマルガリー・テース2コーナー地点にかかって5番マルガリー・テースが先頭に立ちました14番、名勝チタン2番手8番のフォーテ一馬審査3番手インコース4番サウンドレベッカ4番手先団4頭これを追って9番の夢一揆今日は前から5投目で15番の名勝シュートも並んでさらに外から16番のト ーこれらの間から12番のパリステージーもぐんと前へと上がっていきましたこの先段を追って13番、リノキアナ中段外目インコース2番のヒルノエドワードこれから3コーナーカーブ7番のアイファーブルーバグンの中に入って800を切りましたそして1馬身いて11番のジュルデンティーは中段の後ろですそして1馬身差3番エピレンドラムその外6番のオーマイ・ダーリンは後方から3投目です34コーナー中間2馬身いて1番、大勢メガラスで最後方から 10番のスカイボルト第4コーナーカーブにかかって前は一塊です内僅かに5番のマルガリー・テースが先頭で追って8番のフォーテが2番手その外からは14番、名勝チタン3番手直線に入りましたさらに外から12番のパリステージ前は広がって今度は14番、名勝チタン先頭か1番、審査12番のパリステージが2番手これを追って馬群の中から2番のヒルノエドワードさらに外から今日は6番のオーマイ・ダーリンが。 ものすごい足で追い込んで一気に先頭に変わりました6番のオーマイ・ダーリンが先頭突き抜けてゴール17番のピュア・ファンタジー収まりますスタートしましたややばらついたスタートコースタートは4番のハワイアン・ムーンです押して押して5番のルーツ・ドール2番手に上がっていきました3番手10番のウィン・キートスあとは7番トクシーズ・ファーインコースから追走していく3番のゴルトベルク 中段前後位グループの一角ですあとはその後の集団に追走していく16番のホークスタントン間から8番のカウイダンスさがなく9番ミッキーベルインコースは2番のポートメイリオンです3コーナーのカーブに入っていきますその後は2馬身差1番のクロトノーナが行ってまた2馬身から3馬身切れてその後6番キタノアゲイン外追走14番のケイティヒマワリ17番ピュアファンタジー13番トキメキさがなく11番のバイオレットです 後ろから2投目に15番のエリー・フォース最高峰追走12番の北港巡礼という展開です。 やや縦長で4コーナーーナのカーブに入っていきました先頭は4番のハワイアンムーンハワイアンムーンが先頭2番手に5番のルーツドール差を詰めていって前が2頭広がりました3番手グーンと上がってきた10番のウィンキートス4コーナーから直線コースに入りますそのうち狭いところを追走する3番のゴルトベルク間からは7番のトクシーズファー残り400を切りましたあとは外から追い込んでくる8番のカウイダンス後方からは1番のクロトノーナ2番のポートメイリオンです 抜け出したのは5番のルーツドール2馬身3馬身4馬身とリードを広げた2着争い内から3番のゴルトベルクが上がってくる外は10番ウィン・キートスあとは8番カウイダンス2着争い完全に独走5番のルーツドール圧勝降臨スタートしました揃いましたレッドベルジュール後方9番グランデイも後ろから内から2番ビアンフェに迷いなし出ていきます 2バシン3バシンリードを取りました追っていくのは4番のトリプルエース、並んで6番サリオス、好位確保、外に15番のメイショウチタン、2番手、外まで上がりました、このうちに3番のペールエール、7番のウィングレイテストがこのグループの中、そのすぐ外、並んで追走は10番のエグレムに、外回り構成と出ています。10段のの一角16番のラウダシオンがいて このうち5番のマイネルグリッドさらには1番のジュン・ライトボルトそして13番、プリンス・リターンあとは8番、タイセイビジョン前半633秒8で入りました12番、レッドベルジュールは後ろから4投目あとは14番、タガノビューティー3馬身開いて9番、グランレイ最高峰11番、カリニート中間点の800を過ぎて4コーナーへと向かっていきます2番、ビアンフェが引っ張りましたリード1馬身2番手15番、メイショー・チタン うちの3番手から2番手を伺かがう4番トリプルエース600を切りました、外に持ち出して6番のサリオス、4コーナーをカーブ、直線コースに向かいました。リアンン外から名勝チタンサリオス 空いたところに入ろうとするトリプル A、外から7番ウィングレイテスト、タイセイビジョン、大外に14番タガノビューティーが追い込んできた、離れたすからタガノビューティー、間6番サリオス先頭、6番サリオスが先頭、外から8番タイセイビジョン、14番タガノビューティーが追ってくる、うち2番ビアンフェもまだ粘っている2番手争い、先頭6番のサリオス、リードは一番真半2番手は8番のタイセイビジョン、3番手タガノビューティーの外からグランレイが追い込んでくる、先頭は6番のサリオス、快勝です、ゴーリン、2着、8番のタイ,イビジョン。 最後9番グランレイ3着争いに入っていて14番タ野ノビューティーとの争い6番サリオス、好い追走から堂々と抜け出ましたゲートイン完了です。 スタートしましまた4番ダブルアンコール素晴らしいスタートを切って体半分リードしかし各馬接近してかわして14番カバジェイロ先頭に変わりましたしかし譲らないか4番ダブルアンコール先頭に変わってリード1馬身です。2番番手14番カバジェーロ 3番手13番、タモモティタイム、うち1番、サンドジョーカー、4番手争い、あとは17番のソーファインと並んでいます、1馬進行方、12番、バイラモスがいって、これをかわす勢いで、15番、ハートフローブラブ、その外に16番、タイセイダンクがいっています、うちは3番、ミスル・プレジデント、3コーナーカーブ、あとは9番、テイエム・レビュー、外は並んで10番、ミス・ニューヨーク、1馬進行方に5番、ナガラローズがいっています、600m35 秒5の通過、その後方から上がっていく7番、ダイメーボーイ、うちは2番、モズ・ジャイキリ。 今進行法ですがバグンの中から上がっていく8番カトゥーはあとは6番のウォッチミーが続いています3、4コーナー中間あとは11番ユリアンナ上がって最高方に18番アドマイヤルミナスです4コーナーに向かっていきます前は一段となって広がりましたわずかに先頭4番ダブルアンコール4コーナーから直線コースへ 4番ダブルアンコールを巡って追っている14番カバジエロ2番手前に並んできたあとは2番進行方、外から接近10番ミスニューヨーク大外から7番大名ボーイ内は1番サンドジョーカーです前は2頭競りやっていますがわずかに14番カバジエロ先頭内は4番ダブルアンコール粘っていますが14番のカバジエロ先頭か最後は並んでゴール。